先ほどセーブした時に私増設ラムカセット積んでるんですよでね、本体ラム先ほどセーブする時ね、カートリッジラムが認識されてなかったんで、本体ラムに390年の1月落葉園で出てるでしょ。カートリッジラムが、ね、一番データ不良。これ、これね、多分20年ぐらい前に私がセーブした分ですね。普通にあのオペレーション、セーブデータのオペレーションで見たら見れるんですけど。で、ね、さっきはね、このカートリッジラムの中にね、未接続が1から5まで出てたんで、やばかったんですけど、まあ今はとりあえず新規っていうのが使えるんでね、今後のセーブデータはね、こちらの方に持っていこうかな。で、なんかね、本体ラム怖いんだけど、カートリッジラムも怖いな。ってか、ラムっていう言い方が怖いよね。電池って思いますもんね。いや、電池で、まあ、電池じゃないと思うんですよね。一応残ってたんでね、と思いますんで。で、今ね、実はこれ2回目になります。先ほどね、録画したりしててね、エンコード終わってコピーをしだしたらね、許してくださいね、もう。急にすごく重くなっちゃってね。もうね、Pentium 4の XP ですからね、頑張ってくれてますけどね。本当にね。で、参謀を決めます。カーンさんを参謀にしてみましょう。慎んでお受けしよう。必ず兄の北浦寺の助言をしようと。この人の助言はね、まあ90、知力99で外れまくるんですけどね。で、将軍っていうのがありましてね、まあ、位があるんですよ。で、それが貢献度かな、なんかのね、パラメーターで出世していくんですけど、それによって兵力、持てる数が変わるんでね、まあ、最終的には大将軍になったら君主と同じ2万の兵を持っていることになると思います。ただね、今ね、例えば、ここでね、任命で、将軍をね、選んで、張飛さんを見るとね、あ、まあ、関さんでもよかったのかな。で、この、今はね、11,500 の兵しか持てないんですよね。っていうことになりますんでね。で、関さん見ると、12,500。参謀にしてもそこは関係ないよね。うん。カムさんの方がね、有名があるんでね。ということになります。だもんで、あとは、じゃあ、私がするとすればね、人事で、捜索でもしようかな。まあ、見っからないんですけどね。あとは、まあ、張雲さんが欲しいかな、というところで、コウソンさんのところでね。どこですよね。ああ、でも本当にね、もうね、私はテンション上がっちゃってね。やばいわ、これ。で見つからないでしょうと。あ、無理でしょうけど、行きますよと。あ、こういうアニメーションがありましたね。あ、がっくり来ましたね。残念だな、わしの片腕となるものを探していたのだが、ということで。じゃあね、内政を敷きましょう。あ、そうね、気力が減るんで、ね、やりすぎるとね、文官のね、文官というか内政に従事している人たちがね、もう動けなくなっちゃうんですよね。必要金額、スタートで飛べなかったかな、飛べなかったかな。 Z は全選択なんでね、まああれなんですけど、ちょっとマウスライクなんですけど、マウスでないんですよね。あー、少ないな、上がり方が。さっきのパート2の時はね、ドカーンと来ましたけどね、まあああいうイベント的な、あ、違う、内政できる年がありません。いや、違うね。まあ、あと、軍事かな。軍事で、今、兵力どれぐらいあるんだろう。歩兵と徴兵はね、違いますね。ちなみに、歩兵はね、魅力で集めたと思います。徴兵はね、お金で集めたような気がしますね。だから、魅力のない人は徴兵で集めるしかなかったと思いますね。で、略奪はやっちゃダメですね。訓練を行う年を選んでくださいと。全選択できないのね、ここはね。こんな面倒くさかったかな。ちょっとね、ラグあるんでね、許しちゃってください。気力30。気力どれだけ残ってるかな。まあ、それはもう、カーンさんの方がいいんですけどね。ああ、悪くないね。あ、あと人形ね。これなね、このゲームの面白いところは人形です。人形がめちゃくちゃ面白いです。兵士数が4700ずつしか持ってないんですね。経験値有名。気力見れないかい？
あ、気力ね、あ、長飛さんだね。あり余ってるんでね。もうガンガンやってもらいましょう。で、やれることがなくなったのですが、何もしなくてできるコマンドってなかったかな。消費しなくて見れるコマンド。あ、巡殺だっけ。なんかそれできると思うんだけどね。あ、すでに終了しちゃいましたね。今度巡殺っていうのやってみましょうか。え、助言、カオンさんの言うことが聞けるんですよね。あ、違うわ。しばきさん、何か困りこと、あ、ヘルプか。ヘルプね。わしは、よしよし、わしが教えてしんだよ。下の目次から知りたい項目選ぶのじゃ。なんかね、この人、最後になんか言ってくれたような気がする。まあ、ゲームの目的はでね。ならばよしよしみたいなこと言わんかったかな。あ、言わんかったかな。あ、言わんかったね。じゃあちょっと次に送りましょう。あ、すごい。1ヶ月送るのに6本かかってる。ちょっとかかりすぎですね。まあ兵力はね、少ない。あ、なんかイベント来たような気がします。192、2月春ですね。落葉の城中にて。この落葉は諸侯の勢力と近いため守るには不便な位置にございます。一方、旧都長安はかつての本拠地、西洋に近く、守るにはうってつけの都市ですと。藤井さんがね、悪事を働かしね、速やかに戦闘を行って、諸侯の同盟軍に対抗すべきかと存じますが、なんと言われるか、民の苦難も考えずに戦闘を進めるとは言語道断ですよ、王院さんね。東卓さんね、目が可愛いんですよね、密かにね。まして、長安は戦乱が続いたため、荒廃するより戦闘に意味はございません。どうか戦闘はお考え直しくださいとね、大泉さんがね、まあ、朝鮮さんのね、義理のお父さんでしたっけ、義理と養父。わーすごい雰囲気出してますね。戦闘しちゃったんですよね。東卓は中心の反対を黙殺して長安の戦闘を行ったと。戦闘の際には落葉に火を放ち民が逃げ戻らぬようにしたということですね。わははは、お前燃えよ燃えよ、神器臭い落葉とはこれでおさらばだ。検定ですね、珍竜王でしたっけ。ああ、皇武帝以来200年も栄えた落葉の都が燃えているとね。東卓が行った長安戦闘は反東卓同盟軍にも大きな衝撃を与え、何、東卓が逃げただと、行き先は長安か。落葉に火を放って逃げるとは東卓め、なんということ。首都落葉は焼け野原となってしまいました。はい、190年2月春ですね。イベントがね、サクサクと進んでいってるとこなんですけども、そうですね。はい、来ました。ね、人事じゃなくて家臣かな？忠誠ってどうやればいいかな？いや、褒美。お金ね。関与さん。中精度いくらだろう。関与さん、あれね、ちょっとこの5の時は微妙な能力なんですね。もうちょっと政治が高かったと思うんですけど、魅力低いですね。まあ、あまりね、っていう感じの方じゃない。あ、中精度92あるんでね、大丈夫でしょう。じゃあ、あ、そうそう、巡殺。巡殺を行う都市を選んでください。よいしょ、はい、ここね、誰は私でしょう、私が行くべきでしょうね。乱れている中に民は疲れ切っています、彼らをいたわってくださいませ。はい、ああまた、ま、ああれが入るようになってるのね、スクリーンセーバーね。
で、劉備様は我ら民を第一に考えてください。あの方は歴史に残る名君になるだろうなと。民衆はね、わしもそう思うより、あ、いやいや、劉備様の名君ぶりに民に、あ、名君ぶりは民に大いに支持されているようです。民に兵糧を施してみましょうか。あー、そうですね、兵糧ね、ごめんなさい、兵糧って言ってた。これね、4000ぐらいの方がいいかな。3000にしましょう。うわー、桁がそんなないよ。1233000ぐらいにしときましょうか。劉備様から我らにですか。どうもありがとうございますと。80か、それでも80か。ちょっと秋に期待しましょうね。じゃあやっぱり内政ですね。内政しましょう。ね、内政しないとね。あと内政官が欲しいな。いいよ。下まで持っていかんといけないのね。よいしょ。ああ、少ないね、上がるのはね。こんなもんかな。あとはでもできることって言えば軍事ぐらいだよね。まあ、軍事しかないね。訓練。うん、劉備さんちょっと使っちゃったからね、訓練しましょう。なんかね、ラグがあるんでね、先行入力みたいなね、感じになっちゃいますけど。いや、まあ、これ、張飛さんね。張飛さん暇でしょうからね。さあ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 、サクサク慣れてきたら行っちゃいましょうね。ああ、同盟も済んでるんでね、今のところは攻められることはないはずですね。やっぱりね、必須は内政ですね。内政ね。あ、カーモさん内政の方がいいかな。やる、あ、でもあれかな、防衛をした時にカーモさんいた方がいいのかな。魅力高いもんね。あ、こっちね。ああ、内政がしょぼいですね。まあ、一人しかやってないですからね。まあ、軍事ですね。ここで防衛かけてみましょうか。劉備さん行けたらね。1,2,3,4,5。あ、1個多かった。で、平原でね。もうこれは劉備さんかけたらいいでしょう。よいしょ。おい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 、金がいるのか。い、まあ、1000人いっときましょうか。あ、じゃ少ないかな。まあ、でもいいでしょう。何人集まるかな。2049人。あ、まあ、それなりに集まりましたね。劉備さんが7000にしましょうか。違うね。7000。7049でいいか。で、関王さんが5000にしましょうか。5500ね。よいしょ。で、決定ね。で、あとは軍事で訓練ね。ぐらいでしょうね。よいしょ。で、まあ、張飛さんでいきましょうか。はい、というわけで、送りましょう。あ、夏、またなんか来たかな？あ、来ましたね。おーおお、イベントか。各地で住民反乱が起こっています。ああ、はいはい。会計？ああね、被害に遭った年会計でございますね。王道さんだっけ？みたいなね。高村さんが徴兵を行っているようです。あ、情報で入るんですね。
さて今月は担当官を変更できるぞということでね、忘れないうちに担当官を変えて、担当官を変えてちょっと割っておこうかな。大使将軍、あ違うな、あ担当官どうやって変えるんだろう、担当官どうやって変えるんだろう、あ担当官これか。内政に関羽さん掘り込もうかな。ね、関羽さん内政にしてもいいような気がするんだけど。ね、いいよね。で、これあれだよね。情報っていうのが見れないのかな？あ、これか。これで見るのか。あ、見れるね。あ、なんか来ないね。文章。あ、ザイヤ 1？ ザイヤ 1？ およよ。ザイヤが1いるわ。あ、上皇さんがいるのね。えらい人いるわ。こんな人いるのかい？武力99なんで。雇いたらいいね。ちょっと雇ってみよう。よいしょ、あ、そっか、情報これで見るのね。人事、もう3回いけるんだったら3回ともね、やった方がいいよね、上皇さんね。上皇さんなんか手に入ったらすごいよ。ちょっと延長して、上皇さんを雇うだけやってみましょう。あ、劉備さんしかいないよ。上皇殿の心は動かせないだろうか。乱世には貴殿のような英傑が必要なのだ、そのうちを預けてくださいませ。あ、ダメだね、首をこふったね。国賊相手に言われます。国賊って言われちゃった。まあ多分相性システムがあるんでしょうね。もう5になっちゃうとね。東洋、あーもうできないのね。実行できる武将が読みませんか。ちょっと待ってね、担当って他にどうできるんだろう。あー、人事担当って意味か。あー、人事担当欲しいな。関羽さん人事担当にしてみようかね。あー、そっか、やれることをこれで決まるんだわ。内政も開けてあげて人事もしたいね。関羽さんいけるかい。まあいけるね。ちょっと関陽さんでね、よいしょ。あー、そっか、しばらく関陽さんそれで行っちゃうか。で、ね、行っちゃうかね。かの者に興味がございます、それがしに許可をくださいませって言ってますが、頼むよ。我が知力と貴殿の才があれば怖いものなしです、共に来てくださいませ。おお、来た。それがしのような武骨者、そこまで男のように尽きるというものよ。いいな、カウンさん。やるね。これで、褒美だね、もう。あんま良くないはずだから。あ、こっちだね。家臣だね。褒美。女皇さんにね、やらないといけないでしょ、この人。最高2000。2000やる？いや、設定いっちゃおうか。設定いいんじゃないですか？はい、いいですよ。こんなに気を使わずでも我が君に対する忠誠は変わりませんぞとね。お、100なった。いいわ。いいね。てか、もともとナンバーだったのにちゃんと見とくべきだったのかもね。じゃあね、ちょっとこの辺で良くなりましたので、V サターンの、三国志5パート3ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。